私は女子相撲をしているんですけど、土俵に入ったら男も女も関係なく一人の相撲人として立っているので、私にとって相撲は私を幸せにしてくれるもので、小学校の1年生の時に相撲を始めて、そこから3年生くらいまでは男子相手にしても負け知らずで、女子相撲の人口が少ないので、なかなか男性の指導者の理解ももらえなかったりと、続けることの難しさもあります。ピークを迎える前にやめなきゃいけなくなる、まず日本では相撲は男のものって、むしろ女がやるもんじゃないって言われることもあり、まずそこが難しいんですけど、女子も服は着ますが、まあ、男子と同じように回しという相撲の象徴であるものをつけて、同じ一人の相撲人として戦うためだと思います。女子相撲選手の熱意と情熱で克服していけるものだと思っていて、将来的には女子相撲じゃなくてアマチュア相撲はオリンピックなどもっと世界中の人に愛される競技になれるって信じてます。